ベルさんを捨て札として使う。すげえ赤チームすげえ。他にはあとはあとはバランスよくいってる感じですね。そうですね、ライフさんのオールドキャットさんとおかゆさんが、まあ、2回ずつ出ていて、さああとはライダさん待ち大丈夫かな。ちなみに僕さっき気づいちゃったんですけど、はい、ホワイトボードの使い方一つでも両チーム違うんだなっていう、あの白チームは磁石を使って分かりやすくすげやってるのに対してこっちは原始的なあれですねまだあるやっぱり真ん中ですかね、見るとしたら。そうですね、こっちは。さあ、1勝1敗で来ました、第3戦。チャットが乱打されてますねチャット賑やかですわ。さあやはりね、まずはこう真ん中、おーちょっといらっしゃってますね、スカーレットとサルなんでね。おっと、まあただスカーレット HP がちょっと少ないんでね、もうそうですね、さあうまく逃げる。さあしかし危ないぞ、もう怖いところですね。これはおっと、さあこれはちょっと逃げたい。さあどうした、真ん中か、真ん中フック、おこれは強いぞ。真ん中フック、真ん中フック、シャノーさん、シャノーさん、あえて真ん中来てる。ウェルさんが左にちょっかいを出して、でかいなフックのドローはやっぱりでかい。さあライダーさん狙われている。さあド発込みでやられるのはちょっと痛いぞ。ウェルさんの獲物をこうじわじわと。これさあじわりじわりと、さあこれはやばい。さあここで波が流れて真ん中、真ん中、しかも兵士を処理しますね。巨人が真ん中に出てきて強化陣、お
七草を返したんですね。君がおられさあ、この強化陣もね、意外と厄介ですからね。なんとも、ここでリリッパさんがウェルさんを仕留める。今2人落ちてる状態ですか。ですね、フックと。そうですね、はい。レベル差ついちゃってきついっすね。さあ、ここで赤チーム右側強化賞アルビダ、やっとレベル5ですね。さあ、ここでおっと、さあ、これ入った。さあ、佐野さんやられてしまって、赤チームはね、真ん中中央のね、強化陣、これうまくね使ってガン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 上がってってる感じですけど、アオエルさんがキルを取る。残り1分半を切ったところで、まだ半分以上の差が。おーっとこれは美味しい。お父さんが右で働く。敵さん背後がガラ空きでござるよ。さあ、残り1分切って赤チームが画前優勢。そうですね、で、拠点がどこも傷ついてない感じですか。残りの拠点が真ん中以外。そうですね、はい。赤チームも実はそんなに拠点落ちてないんですけどね。そうなんですよね。やはりあのリリッパさんのキルがでかい感じでしょうかね。さあ、残り10カウント8、7、6。さあ、最後の最後、エルさん意地の1キル。これが白チーム勝利ですか。白チームの勝利です ね。